こんにちは、速稼塾の久保です。私は投資をやってるんですけども、損をするね、大きな心理的要因の一つにロー売売りっていうのがあるんですよ。このロー売売りっていうのは何かっていうと、もっと値段が下がるんじゃないかな、もっと暴落するんじゃないかなと思って怖くって、今のうちに手放しとこうとする、大勢の方がね、そういうふうな心理状態に入ってしまうんですよね。で、こういう人は大抵勝てないんですよ。ロー売売りといって、みんなが売ってダンピングされてる時にどのぐらい買い集められるかっていうのがすごく投資のポイント。安く買って高く売らないといけないんでね。でも人ってのは高く買ったものを暴落してる最中に売ってしまうんですよ。これがロー売売りってやつです。というのでね、私もこの投資の心理をその世の中に俯瞰してみるときに、今回のこの感染症騒動ってのはロー売売りに近いなと思ってるんですよ。で、正確なことは誰もわからない。でも国の偉い人が、もしくは近所の人が、誰かテレビのニュースが、情報誌がそんなことを言ってるから怖いんだろうと思って過度に恐れて、そしてですね、緊縮してしまい、結果死に近い状態になってしまうってことなんですよ。これはね、私ある意味投資でも人生でも言えるんですけども、私は投資をするときに元本が吹っ飛ぶことを覚悟して投資の世界に入るわけなんですよね。で、人生を生きてる限り、今日この瞬間死ぬかもしれないってことも覚悟してるんですよ。で、命がけで生きてるってことは、その次の瞬間に自分がチェックメイト、死んでしまうかもしれないってことを考えるわけなんですよね。まあ、ですんで私はいつも時間がないと思ってるわけなんですよ。で、一方ですね、狼狽する人ってのはどういう心理なのかっていうと、やっぱ覚悟できてないんですよ。なくなったら嫌だから狼狽して売るんですよね。で、結果一番損をするわけなんですよ。しかしね、死中に勝つ、死中に勝つですか。こういう言葉がある通り、やっぱりね、一度死を覚悟しない限り、本当に生命を掴み取って生きることは私はできないと思うんですよ。これはね、私の経験をもとに言うとまた陳腐になるんですけども、多くの方がね、人生の中で何回も危ない目にあったと思うんですよ。で、その時になんでね、生き残ったのか、それはやっぱり九死に一生を得たっていう言葉もありますけども、死中に勝つですよね。下手に自分の身をかばうよりも、もうね、死ぬつもりで中央突破した方が、まあ生きていけることが結構あると思うんですよね。私はそういう風な形でした。最近の例で言ったら、大きな借金ができた時、にね、この借金に加速度をつけて自分の意思で借金を膨らましたらどうなるのかなと思って、まあ、真っ向借金と向き合った結果、まあ、すごい速度でね、借金は膨らんだんですけども、それをぶち抜けるほどの力、インターネットビジネスにまた巡り合うことができたんですよね。でもこれをですね、例えば借金が100万、200万、300万積み重なってやばいと思って、そこでですね、そこで例えば固定給の仕事に入ってしまったら、多分私は未だに完済ができてないと思うんですよ。そればかりか、ものすごく苦しい暮らしで疲弊したと思うんですよね。で、私がこれ何を言ってるかっていうと、私ね、今でもね、給料をもらうためにどっかの仕事をやろうって気持ちがないんですよ。それがいかに狼狽寄りなのかってことにすごく重なるんですよね。で、感染症騒動が起きた時も、もう私は死を覚悟したわけなんですよ。人間は必ず死ぬと、 100% 死ぬと。そして今までの人生は本当にいい人生だったと。自分の人生ってのは光り輝いていた。で、世界のヒノキ舞台に立つほどではなかったけども、もうね、納得感のいく人生だったから、もうね、今日自分の命が終わったとしても全く後悔がないっていう気持ちなんですよ。今でもそうなんですよ。まあ、ですんでね、目の前にあるものはしっかりと受け止めていきたいですし、恐れとか恐怖とか不安というものにも、もう真っ向から、ね、立ち向かっていきたいと思うんですよね。人間は必ず死ぬわけなんですよ。生き延びたとしても、今回の感染症生き延びたとしても、交通事故のリスクとか心筋梗塞のリスクとかね、糖尿病のリスク、避けられないわけですよ。で、そうなるとですね、たかだか一つの感染症を克服したからといって、じゃあ不老不死になるのかといったらそうではないですよね。下手に生きてしまったがゆえに、またお金の苦労するかもしれない、人と揉めるかもしれない。そう考えたら、何と言いますかね、それほどまでに恐れて固執することはないんではないかなと思いながら、私は今日もね、中央突破をしていこうかと思います。まあ、本当にね、生まれただけで丸儲けって言葉ありますよね。誰か赤字屋様でした、さんでしたっけね、言われたのは。生まれただけで丸儲け、生きてるだけでも丸儲けなんで、いつ死んでもそれは儲けてるわけなんですよ。ということでね、最後の1分1秒まで萎縮することなく、ただ他の人とかね、世間体には配慮しながら、自分の精一杯の人生のど真ん中をこれからも歩いていこうと思いますけどね。それでは、いってらっしゃいからの、いってらっしゃい。